バニラスカイ。ハピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してます、シンガーソングライターのヨーコです。今夜のバニラスカイ、まあお久しぶりでございます。こんばんは、シノンです。シノンです。濃いで、シノンです。シノンです。はい、うちの娘のシノンでございます。今夜はなんと今年最後の放送でございます。そしてバニラスカイ始まって丸1年経とうとしておりますので、めちゃくちゃこうね、ハッピーに、まあ、いつもハッピーなんですけれども、ハッピーハッピーな感じでお届けしたいなと思いますので、最後まで皆さんお付き合いください。よろしくお願いします。お願いします。それでは早速でございますけれども、皆さん、サンタさんは来てくれましたか？はい。すごいすごいすごい、中学校2年生のシノにもサンタさんは来てくれましたけれども、今のは誰？みんなの声。あ、みんなの声。はーいって言った。もう一回聞きますよ、はい、皆さん、サンタさんは来てくれたかな？はーい。はーい。はい、ということでみんなにサンタが来てくれたということでね、サンタは街にやってきたということで、今夜は早速ですけれども、先週今年の私、来年の私というテーマをね、募集しておりました。メッセージいただいたので早速お読みしたいと思います。じゃあしーちゃん呼んでくれる？はい。はい、じゃあお願いします。ようこさん、スタッフの皆さん、こんにちは。先週の放送でようこさんが募集をしていたので、今年の私、来年の私を考えてみました。私は数年前からゴスペルコーラスを習っています。グループで少しずつ人前で歌う機会をいただいて、夏には福岡でゴスペルのフェスに参加したり、冬はアミュ広場でクリスマスイルミネーションの点灯式にゲストのプロの歌手の方と一緒に総勢100人ぐらいで歌ったりと、いい経験をさせてもらっていました。でも去年からいろいろなイベントが中止になり、コーラスの練習も休みになったりと、寂しい日々が続いていましたが、今年はできることを見つけて楽しく過ごせるようになったみたいです。あれもできない、これもできないと考えると憂鬱になりますよね。でもこれができた、これならできるんだと、小さな楽しみを見つけて、どんな小さなことでも幸せに思えるようになったので、そんな自分を褒めてあげたいと思います。来年はもっともっとできることが増えるといいなと思いつつ、それに備えて歌の練習に励みたいと思っているところです。ようこさんのコンサートも来年こそは開催できるといいですね。今回のリクエストはアンフィニッシュドストーリーを今月24日に入籍した娘に送りたいので、どうぞよろしくお願いします。今年は私の拙い便りをいつも読んでいただいて大変お世話になりました。ありがとうございました。来年もこの番組を楽しみにしています。ようこさんもこのラジオを聞いていらっしゃる皆さんも、どうぞ良いお年をお迎えくださいね。ではごきげんよう。あなたのカズさん、今回もメッセージありがとうございました。それではカズさんよりリクエストいただきました、アンフィニッシュドストーリー、お聞きください。まっすぐな優しさ、その笑顔の中に秘めた強さ、惹かれていた。あなたを思えば思うほど優しくなれる心、満たされてく。やっと気づいたの、場所探し求める私の前に差し伸べられるその手を守り抜く意味、愛を紡ぎ奏でよう、その全てを包む。
一つの出会いが出会いをつないで結ぶ奇跡この空の下大切な思いは時間をかけて受け継がれてく続いてく何度立ち止まっても一歩今年はこうだったね、来年はこうしたいねっていうのはいいですよね。いいですね、うん、カズさん何よりも娘さんご入籍おめでとうございます。おめでとうございます。クリスマスイブに結婚されたってことですよね、うん、いいですね。ね、素敵ロマンチックまあカズさんも息子さんが増えたっていうことだからね。おー、そうですね。そうそう、家族が増えるって素敵なことですよね。だってさ、あのこの間シノンと話をしてたんですけど、子供たちはお父さんとお母さんとさ、町のつながりはさあるじゃない、うん、もしお母さんが違う人でもお父さんが違う人でもね、再婚相手だったとしても、まあ、子供たちは誰かと血のつながりがあるけど、どう考えても夫婦は血のつながりがないじゃない。ないですね。だけど家族でしょ、うんうん、だからその家族として結ばれるからにはさ、なんていうのかな、こう本当にその人たちだけのつながりっていうのがさ、人生を通して生まれてくるわけですよ、うん、そういうね出会いいいですね。いいよね。もうなんかいろんな気持ちがあっていろんな言葉が溢れてくるんだけども、一言もうよかった、おめでとうございます。おめでとうございます。そうで、カズさんがいつの日かおばあちゃんになられたりしてね、おばあちゃんが歌ってるのをみんなで見に行こうって言ってね、ゴスペルも応援に来てくださったりね、そして陽子のライブに孫ができたんですとか言ってねいらしてくださる日もあるんじゃないかなとか、まあそれより何より先にね、息子を紹介してください、お願いしますお願いします。息子さんをね、はい。ではね、今日は今年の私、来年の私というテーマでお届けしているんですけれども、しーちゃん
自分を振り返って今年はどんな自分でした？いろんなことに取り組んで、なんて言うんだろう、努力した年でした。そうだったね、うん、なんか勉強ができるってわけじゃないんですけど、うんうん、まあ、勉強っていうよりなんか部活だったりとか、うんうん、今までしなかったことを、うん、もうひたすら練習して最後の、まあ、今月だったりとかの最後になんか自分の力を発揮できる年でした。うん、よかったですね。実はね、あのラジオでもお伝えしておりましたが、ソロアンサンブルコンテストってね、シノはフルートをしておりますので、ソロコンテストに出演して、で私はピアノ伴奏でちょっと一緒に頑張ってみたんですけれども、評価がね、金賞の一歩手前の銀賞だったんだよね。すごくね、あの惜しい感じだったんだけど、本番が一番良かったよね。ありがとうございます。私たちは音楽するときに、うん、音楽だけじゃないと思うんですけれども、本番で 80% の力しか出せないんだよと、 120% を本番で出そうと思って挑むとそれは違うと、だから練習のときにいかにちゃんとできるかっていうことが大事なんだ、うんうん、っていう話ね。でスポーツ選手とかもさ、本番のために日々の練習をするっていうのでさ、本番が一番いいようにって、ベストなコンディションで臨めるようにってするけど、結局やっぱりね、ほとんどの方が 80% 出せたらいいなっていうことでしょ。これってプロもアマも問わないらしいですよね。なんですけれども、今回私とにかく本番でとはいえ 100% 以上出さないとまずいと思いまして、シノンのこともね遠隔操作しまして、寝てる時に耳元で毎日言われてたよ。ドド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 、歌われてましたよ。そしてここはこう演奏するのよって言ってね。聞こえてた？分かってた？はい。嘘ばっかり。適当やな。寝てる時に言われても。寝てる時には分からないよね。分からないですよ。寝てる時こそお母さんが洗脳でございますよ。あなたはできる子よ、あなたは金賞取れるわ、早く寝てくれその前に早く寝てくれってなりますよね。ちょっと話はね盛りましたけれども、うん、それにしてもね、部活動生と一緒になって練習してってね、で夜も6時から9時前までね練習する日が何日かあってとか、うん、私も青春させてもらいました。ありがとうございました。どういたしまして、ありがとうございました。そしてあの本当にね、努力すること大事だなと。でね、もうびっくりしたのが、私がどんだけ頑張ってもいきなりその日のうちとか次の日に上手くならない、うん、シノンはさ、頑張れば頑張るほど習得する、うん、次の日変わってたよね。これはもう若さだなと、うん、なんか本番前の3日前から、うん、なんかコツをつかんで、つかめるようになって、うん、そうだね、うんうん、でそれでやったらもうずっとその体勢でできたりとか、そうそうそう、本番がとにかく一番良かったから、まあ、私たち的にはね良かったなと。で金賞も、まあ、別に夢じゃなかったんだなと、そこにね、はい、悔しさも覚えてしのぐ、うん、だからこれからのね、また動きですよね。とにかく基礎練が大事とかさ、ってことは来年の私につながりますね。はい、つながります。いいね、燃え尽き症候群じゃなかった、うん、うん、素晴らしい。まあ私の今年の私、来年の私というのは、とにかくお母さんに磨きをかけたいなと。世界一美しいお母さん、うん、まあ、宇宙一美しいお母さん、うん、宇宙一可愛いお母さん、うんまあそこに特化して、もう世界一宇宙一歌が上手いお母さんなんてそんなことは言えません。ただ宇宙一可愛いお母さんになりたいね。あ、そうなんですね。わかりました。おい、ちょっと、ちゃんと拾って。何はともあれ、今年の私は音時間に生かされたなとつくづく思っております。ですので来年ももっともっとね、皆さんと音時間につながれるように活動していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。たまにはなんか書き初めとかしたいね。今年はこんな文字でした。あ、いいですね。来年はこれ。何、文字で例えるなら今年の私何やった？努力。おお。すごい、なんかで、ね、来年根性とかでしょ。
今年今年努力の度来年努力の玉全然面白くないわまあね、まあ、とにかくうちの娘ど根性みたいなねど根性ドレミのドドレミのドドはドーナツのドレミのドドレミのド、まあ、いいや、ちょっと二人の世界に入りすぎたんでね、うん、ひとまず来年の文字もまたじゃあ1月来週の放送で決めましょう。今年は努力という文字だったんですね、しーちゃんはね。はい、私は何かな、今年はいっぱい思いつくな。ちょっとかわいいの、あのどうします、美しいの美にします、かわいいの愛にします、どうします、いいかもしれません。じゃあちょっとそこ考えたいので次の曲お届けしたいなと思います。次の曲はもう可愛いと言ったらこの曲でしょ、永田中学校音楽部の可愛い歌声と一緒にお届けしたいと思います。陽子と永田中学校音楽部バージョンでキス&ハグ。切り取っても好きがいっぱい、君との毎日を綴る僕のカレンダー、些細なことで喧嘩をするよりもニヤニヤしちゃうよ、このまま時間が止まればいいのに、いつの間にか泣き虫な僕たちは強くなるように抱きしめ合うんだ。この広い空の下に愛を伝えたい君がいる、いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな自分を奮い立たせる愛、言葉は明日を変えていくために必要な I love you、 ずっとずっとそばにいよう。陽子と永田中学音楽部バージョンでキス&ハグお届けしました。うん、分かったわ、今年の私の感じ、愛かな、愛一緒じゃん言うとたやん言うとたやん。いやね、支えるとか夢とか光とかなんかそういうね、いろんなあったかいっていう字とかね、暖かいとか。おお、来年は美ですか来年はちょっと一週間考えさせて一週間一週間一週間ちょうど来年って言って、はい、結局さ、美って言うんでしょ、今もね、もういや、私来年は美という美しいっていう字でいきたいと思いますけれども、まあ、ひとまず今年のね反省ですからね、うんうん、今年を振り返ってるのでねそう、なんで、なんで愛なのかっつったら、うん、多方面から愛情をたくさんいただきまして、で私も多方面に愛情を返していきたいなと、うん、この1年はすごく思いましたね。わかるでしょ、うん、一緒に生きてきたからね、うんうんうん、そう深いことたくさんあるんですけれども、はい、さらっとここは、うん、なのでぜひね、皆さん家族で、あ、今年こんなやったね、来年こんななったらいいねみたいなのをね、うん、ほほんとお話しされてみてください。はい、年越しそば食べながらねうちは年越しうどんですけれどもね、はい、いや、いいよね、やっぱり家族でだんだんできる年越しってね、いいですね、いいですね、うん、どうした今日のラジオしーちゃん30点だよ、ずっと擬音ばっかり言ってる、うん、いや、いや、そんなことないですよ。ぜひ、あの、うちの娘を、あの、芸人にしたいなって思う方、スカウトに出してください。お願いいたします。伝わんないと。伝わんないと思う。疑問しかないから。いや、来年 W 言ってたらいいじゃん。W? うん、あの、女芸人ナンバーワン決定戦。やだよ普通に制服着て出たらいいよ。面白いと思うよ。もういきなり、いきなりなんかスイッチ入ってる。もう、まあ、ひとまず来年は来年ね、考えましょう。はい。マリノスカイは皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmギノワン.com 797@
fmギノワン.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。では今夜最後の一曲お届けしたいと思います。皆さんが来年ももっともっとハッピーでありますようにという思いを込めてお届けしたいんですけれども、シノンはじめ家族みんな茶化します。ラブレターズ幸せのビーズ今オッケーオッケーオッケー。あでもちょっとここだけしかみんな歌えないよね、うん、なんて失礼なんだ、私の他のメッセージ無視だよね。まあいいわ、来年はちゃんと覚えてくださいね。はい、ほい覚える気ないですけどこれいいでは皆さん大事な方を思い浮かべてお聞きください。ラブレター、幸せのピース今この両手いっぱいの愛を送りたい、心と心を続けてく明日ラブレターズお届けしました。受け止めてくださりましたか。はい今日そのはいの女の子多いね女の子が多いんです。女の子が多いんですか。はい、まあ、女の子だけどね、しのぶね。あ、今男の子がちょっと返事した気がします。まあなんか恋でもしてるんですか、あなた。ルンルンしてません。恋してるんねみたいな。してるのかもしれません。 BTS にいいんでしょ。バレました。今年クリスマスでさ、セブンイレブンってコンビニでさ、うん、くじを引いてたよね。はい、ね、あのすごくワクワクしながら BTS のくじに引きましたよね。もう運が強かったです、やっぱり今年も私にはその価値観がないから。皆さん理解できます、うん、コンビニのくじの好きなアイドルのくじを引いて、うん、キャー当たった嬉しいとか。私はじゃまだまだだな。かあちゃん、あ私よく母ちゃんと呼ばれておりましてね、はい、見た目は母ちゃんっぽくないと、来年は美に磨きをかけるっていう目標を立ててますが、まあ娘からしたら母ちゃんですよ。うん、母ちゃんです。まあクレヨンしんちゃんの見過ぎでね、はい、うちも母ちゃんって言われるようになったんですけれども、まあそんなことはさておき、とにかくいいよ。誰にでもいい。恋してルンルンだったらそれでいい。でしょ？うん。それで美しくなるでしょ。だけど一説によりますと、人は失恋した方がね、美しくなるらしい。した気がするんですけど、まあ、した気がしたのか、うん、そう、まあ、複雑な乙女心もあるのね。あ、なるほどね。うんうんってうなずいてます、まあ、そこはラジオじゃ語れないところかな。はい、あ語ったらバレますよね。何かなちょっと教えてもらおうかないやいやいや、では来年はシノンの恋のエピソードからお送りしたいと思いますやめて皆さん本当にこの1年間ありがとうございました。皆さんのおかげでバニラスカイ来年以降もね続けることができそうでございます。はい、ありがとう。ありがとう。パチ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 今日擬音だね本当にとことん擬音だねぜひですね来年は、はい、どんな年にしたい、こんな風にしたいなとかね、うん、皆さんの気持ちも添えてメッセージいただけると嬉しいです。はい、来年は受験ですね。あ、そうだね。シノンはね、もう受験生イヤーが始まりますね。中学校3年生だから。頑張りましょう。本当はね、努力と根性の。はい、ど根性で。ど根性でいきましょう、来年は。
母さんは B だけどね、美しい毎年同じだと思うけど。何私、うん、足のもいいじゃん、これからど根性かける2みたいな、ど根性パワーを足していったらいい、かけていったらいいね、かける、青春とはそういうものです。はい、では皆さん良いお年をお迎えくださいね。今年もありがとうございました。そして来年も何卒よろしくお願いいたします。ではめちゃくちゃハッピーな2022年をお迎えください。せーの、バイバイハッピー。